フレデリクス・ボー条約とは、1720年7月3日に、デンマークのフレデリクス・ボー条で締結されたスウェーデンとデンマークの平和条約。この条約によって、スウェーデンはデンマークに対して、多くの権利を放棄した。大北方戦争の講和条約である、ストックホルム条約と同様の内容が、スウェーデン・デンマーク間で結ばれ、正式に両国は講和した。平和条約の締結は、 両国の北ヨーロッパでの勢力バランスの安定をもたらした。デンマークは大北方戦争によって国力が低下し、国家財政も逼迫していたが、スウェーデンとの講和条約により、多額の賠償金を得ることに成功し、海峡税の回復と合わせ財政状況は徐々に緩和されるようになった。また、スウェーデンより領土を獲得することはなかったが、失うこともなかったため、国力は 相対的には維持された。一方スウェーデンはロシアと競争中であり、プロイセン王国やポーランド王国などとの戦争は、ストックホルム条約で終結していたものの、20年に渡る戦争によって国力が低下し、衰退を将来した。翌年のニスタット条約によって、北方での派遣をロシア帝国に奪われたスウェーデンは、王権が制約され、大国の時代から、 自由の時代へと移行していくこととなった。ありがとうございます。